じゃないな、あの造形は40ないぐらい。じゃあマイナス1ぐらい。マイナス2とかじゃない、これマイナス2。で深さは OK だけど、境とか汚いでしょ。うん、マイナス2だね。第1位。第1位。はい、たかし。58点でした。第2位がりんちゃん。3位がきくちゃんです。意外な。今回は、たかしとりんちゃんが掘り込みの方に入るということで。あ、そうそう、逆になんか力で食い込ませてるよ。まあ、食い込むよ。詰め込みすぎないで、シーンでね、一個一個詳しく説明していく。もうちょっと詰めていきたい。クッションじゃなくて、こっちの方が強いだろうなと思うから、木座で。でもあれって例えば真ん中に置いてあったら、後ろ側見てもすごい綺麗だから、そういうのもできるコーナーがあってもいいのかなと思って。うん、今夜作ってくださいっていうのがあれば、行ってきてくれると構わないし。うんうん、ホールド感を上げるためにキャンプ部グッズを第一弾、皮膚希望を一応伸縮できるやつで、かっこいい。あ、ちょっと切った方がいいじゃん。なんかそこが多分インパクトが強い気がする。今回ちょっと横バージョンもあったらそうかなと思って。可愛い、可愛い。手ぶりでやってますっていう、かっこいいよね、やっぱ。かっこいい。はい、私もランプシェードで、今回も杉で、杉めちゃくちゃね。うわ、すごい。掘り返しちゃって、これは本当だ。ちょっと前回分厚めで、すごい、なんか重さが全然違う、前回のと。まあ前回丸のままにしたんですけど、過去を残したのと、なんかその辺含めて、どっちも綺麗。そのね、テーブルなんてもシンボルになるんで、やっぱ耳つきの一枚板がいいだろうね。イメージは右辺はチェリーの一枚板なんで。これチェリーなんですね。料理の多分伝わり方も全然変わると思う。やっぱこういう多分椅子やテーブルとかって、うんうんうん、これ木なのに本当硬くないですか。これ3時間座ってても大丈夫。全然痛くならない。そうなんだ。結構ゆとりはこれでくらいだもん。でそこに誕生する。やばい。相当かっこいい。でもやっぱ背の部分だけでもやっぱこの椅子の良さが十分に感じるから、うんうん、そこだけでもかなりもう圧倒的に違うもん。やっぱここだけで。こんにちは。こんにちは。こんにちは。いいこういうクズが出るっていうのはその刃物が切れてる証拠だから。逆にだからいいクズ出せるやつしか刃物を使う作業させてもらわないっていう。スイスでゴムみたいに。手作りとかもすごいなくなってる、うん、ほとんど全部普通にオートメーションになって、うん、こういう風にやりたくない。その革 の、 あの作り方習ったの、うん、手で縫ってミシンで縫って、うん、全部作る。ワストは？そうそうそう、ワストですよね。もう全部デザインと全部自分でやってる。へぇ、山本もいか、どうもありがとう。今度ゆっくり来て。邪魔なって、はい、うん、絶対今度ゆっくり、はいはい。やばい。
です。乾杯。Thank you.